皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡くんです。お願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、もうどえらいのが来た。どえらいよ。びっくりした。まあ前もって言っとくと、はい、アウディ RS6 のフルマンソリー、はい、そうですってことなんですけども、はい、ド現行のやつ、はい、個人的になんかすごい既視感、はい、なんか見た気がするなと思ったら、うんうん、あのいろいろ検索したら海外のコンプリートカーで、はい、ほぼこれと同じ仕様がそうあるという、ナルドグレーの、はい、それが日本でほぼ同じ車を見るとは思わなかった。海の向こうの話かと思ったらリアルタイム、はい、ほぼオンタイムで同じものを作るという、とんでもない車、今回こちらをご紹介させていただきたいと思います。はい、でまずマンソリーのパーツ、今回ほぼ全てついてる感じですかね。ほぼ全てつけた。あの日本のホームページで見ていて、全部オーダーでって、あの海外のページ見てたらなんか載ってないパーツがあるんですよ。え、何これって、で聞いたら、あの本国のページ見てくれって言われて、本国のページ見たら載ってないのもいろいろあって、全部頼んだ。マンソリー結構あのパーツ点数が多いんで、多いです。ちょっとしたアクセントなんかはありなしも、はい、そうなんです、自由ですし、はい、まあ、あとはそのバンパーのこのダクトの形が車によってはワンツースリーってこう3種類ぐらいあったりとか、そうそうそう、あったりいろいろあるんですけども、はい、今回はもうラインナップされているものを全部こう全部つけます。つける感じ、はい、でまた今回このボディカラーがすごく効いてるなと、はい、もうナルドグレーで、当初はお客さんと話してた時はもうマットブラックとかにフルラッピングしちゃおうっていう話やったんですけど、いざ仕上がってみるともうこれでええやんってなって、でこれ、あ、なるほど、はい、元々のボディカラーを生かした組み合わせということで、あの本国で最初にあの CG で出たやつが、うんうんうん、マットブラックにオレンジラインが入ってたんですよ、ここに、うん、でそれがかっこいいなって言ってやろう、じゃあ車も探してきてからスタートして、なるほど、はい、こんな感じになって、そうなんです。で順番に見ていくと、はい、まずこのバンパー自体もマソリだよね、これね、これフルバンです。これ全部バンパーがごっそり、はいはい、ごっそり変わってマンソリーになってると、はい、ここのグリルはノーマルなんですけど、はい、この辺は流用っすよね。そうですね、はい、でこのまあグリルも、まあ、このアウディのマークもそうなんですけど、もともとベース車両がアウディは何になるんですかね、ブラックスタイリングパッケージですかね、はい、オプションの黒くなるパッケージ、そうそうそう、黒くなるパッケージがついてるやつやったんで、もともとメッキも塗ろうかなって思ってたんで、もう今回そのベースを生かして、そのまま黒いまま移植されてるけど全然違和感なく、はい、はい、もうここも全部変わって、まあ、フルバンパーなんでもうここから全部違うんですけど、はい、まあ、マンソリーってもともとカーボンじゃないですか、だからそのちょっとこことかカーボン残したり、なるほど、ここだけはじゃあもともとのカーボンが出したで、そうなんですよ、そこを出して、これ 全出しできるわけじゃなくて出せるとこってこう、そう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 、この部分は出してもいいよみたいな感じでここだけカーボンやったんです。そうなんですよね、だから全部ベタ塗りしてもいいし、こうやって出してもいいし、そう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 、でまあちょっとこんだけカーボンいっぱいついてるんですけど、なんかアクセント欲しいなと思って、でまあそこもカーボンこう残して、はい、はい、であとはこの辺なんかもマンソリーのパーツ、はい、ここも全部カーボンで、そうですね、はい、はい、であとこのこれカナード、はいはい、レーシングフラップやったかな、これもちっちゃいのと大きいのあるんですよ。あ、そうなんだ、はい、で迷うことなく大きいの、はい、もうここまで来たらもうこの車はもう全部とことん行ったろうっていう、はいはい、そしてこの下側のリップというか、はい、はい、このリップもあのマンソリーですし、だからもう前回りが全部ドライカーボンになってる感じ。そうです、もうしかもドライカーボンもドライカーボンで、もうフォーミュラーに使えるぐらいのもう強度となんか精度、はい、あ、そうですね、マンソリーそのぐらいのしっかりした、やっぱりあのフィッティングも良かったです、はい、だから本当にあのカーボンパーツってその樹脂のパーツと違ってあんまり修正が効かないんですけど、ヘッドライトのこの辺とか見ると分かるんですけど、はい、本当にぴったり、はい、だってここもぴったり、違うんですよこれぴったりじゃない、え、これぴったりじゃない、これなかったそうなんだ、ヘッドライトウォッシャーのこれがありなしがあるってこと、ありなしがあって、まあ来たのはなしだったんですよね、でまああの日本は多分ありしかないんですよ、で本国がなしもあるんやろうなと思って、まあ、マンソリーに「いやこれヘッドライトウォッシャーありやで」っていうのを聞いてもらったら「なししかねえ」って言われて、あ、なるほど、でこれ作ってもらいました、ここ本当に、はい、でこれ純正だとバンパーここまで出てないんですよ、うんうんうん、このぐらいなんですよね、
じゃあ延長しないといけないんで、中のヘッドライトウォッシャーのその動く機構であったりとか、あのウォッシャーのラインとか全部延長して、あ、じゃあ全部使えるんだ、はい、使えます、はい、もちろんここは、はい、ここ作ってもらいました、特殊加工で、そうです。でだからカーボンもこれ残してるんですね、ちゃんと、はい、だ結構その輸入パーツあるあるで、日本仕様と本国仕様で大きく仕様が違って、そう微妙に合わないとか、うん、あるはずのパーツがないとかっていうのもよくあるんですけど、その辺もクリアしてるみたいです、はい、バッチリここをつけて、あと僕的に好きなこのこのダクトなんですよ、これこれちょっとちっちゃいけど効いてますね、かなり、はい、これ結構あのこのバッキバキなデザインいいなと思って、はい、こんな感じだと。あとは今回ボンネットも、はい、ボンネットも塗っても良かったんですけど、今回はもうあのフル出しでフル出し、もう本当にあのレーシングカーというか、はい、なんかサーキット走る車みたいな、まあ、あのマンソリーのカーボンフル出し、あの会長のフラスパ以来です、はい、はい、フルマンスリーので、このカーボン目も全部綺麗に揃ってると、はいはい、V 字で、でこのボンネットには2つダクトがついて、はい、メッシュが、まあ、これはちょっと抜けてません、はい、はい、これあれですよね、中は見えちゃったりするんで、そうよくうちの方で加工させてもらう、はい、そうです、裏側蓋して、まあ、そうすることでその内部のパーツ見せなくしたりだとか、はい、雨入っちゃダメなところとかはこうやって蓋することもできる、はい、はい、これだから塗らないのはあの今後、うん、まあ、あの発展系で、そうですね、まあ、ちょっと雰囲気変えたかったら塗ってこのダクト周りだけ残してもいいですし、うんうんうん、まあ、最初塗っちゃうと剥がせなくなるんで、はい、剥がすの大変ですからね、絶対大変です、はい、なんで、まあ、今後、はい、どれだけ RS6 マンソリー検討している方がいらっしゃるか分からないですけど、はい、まあ、この辺変えるとだいぶイメージが変わるか、そうですね、ここは、はい、前回りがもういかつい、もうあのほんまにさっきツッチ言ったみたいにこのままサーキット走っててもあのエボワゴンいじったやつ走ってるみたいな、そう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 、そんな感じです、もうゴッテゴテのやつ、まああのまあ、世界最速ワゴンなんで、まあ、はい、確かに。そしてあとは足元が、はい、とんでもないのが入っております、岡、はい、いつもの、はい、フルマンソリーだけでホイールは変えます、あのアメリカなんかだと割と多い、そうですね、チューナープラスアメリカ製単独ホイールっていう、なんかヨーロッパはやっぱチューナーコンプリートが多いんですけど、やっぱりなんかね、ホイールって結構個性が出るところなんで、今回は AL13、はい、はい、でこれいろいろびっくりポイントがあるんですけども、はい、まずサイズ23です、もうSUV じゃん、そうです、23インチで、315だったかな、315-25-23の投資なんですよ、フロント315の23が入る車って、はい、多分ほぼセダンクーペだったらないよね、セダンクーペではまず無理っすね、この前ツッチ一緒に撮ったあのフルハーマンの X6M、はい、あれと同じですサイズは、そうだからあの本当 SUV サイズなんです、そうで、タイヤも同じコンチ6なんで、はい、もうまさにあの X6 と同じなんですよ、はい、X6 の俺がもうバチンと入ってるそうだからもうこれ23、24とかってもうなんかゴーストとかああで級のサイズ感、うん、そうこれがこれだっていいに入っちゃう、はい、そうなんですよ、でまずそのサイズがびっくりポイントなのと、はい、あとはそのホイール自体もそうです、エアロディスク AL13 の、はい、でエアロディスクって言うんですけど、これ全場のアルミの削り出し、これ作ってる工場も一緒に見てきましたね、はい、見ましたね、これもホイールと同じその単造を削り出す機械で一個ずつ丁寧に削り出して最後組み立てるという、はい、そうです、あの音楽聴きながらフフフって感じで組んでいく、あの人が組んでくれてます、これあの組んでるのもなんかもインスタのストーリーなんかでよく上がってたりしますけど、そうあの人このディスク回転させすぎね、落としそう職人さんが手組みで組むやつ、そうです、いろいろこのホイールだけでも語れます、まあ、まずあのホイールって1ピース、2ピース、3ピースってあるじゃないですか、はい、これあのエアロディスクも入れて4ピースらしいです、そうか、そうだね、はい、あのインナーリム、アウターリム、ディスク、エアロディスク、エアロディスクということで4ピースらしいです、は、はい、なんで、まあ、いったらこの中、はい、このディスクのデザインはあの AL13 の R80 っていうデザインで、それにエアロディスクをつけて、この 109R ってやつかな、はい、エアロディスクをつけて、でこれまあエアロディスク入れる車悩むじゃないですか、うん、今回あの絶対これやなって思ったのが23インチ R6 入れれるんじゃねっていうところからだったんですよ、でエアロディスクこれつくとやっぱりちっちゃく見えるんですよ、ね、ちっちゃく見える、はい、どうしてもこの端まで伸びてるスポークをあえて隠しちゃってるんで、うん、だからじゃあ22インチでこれやると
ちょっとなんかちっちゃく見える、もっとちっちゃくなっちゃう、そう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 、だからもう23入れれるからこれにしたいなと思って。純正で22インチだよね。純正でオプションで22ですね。そうだよね、はい、だからそこからさらにエアロディスクつけてちっちゃく見せちゃうと、はい、インチダウンしたみたいに見えちゃうから、そうそう、なんか21インチみたいに見えても嫌なんで、うんうんうん、だからその23インチでいけるっていうところと、あともうあの僕いつも贅沢やなって思うんですけど、このアメタン削り出しエアロディスクまでついてるのをあえてペイントフィニッシュ、あー、はい、なるほど、もうグロスブラックとマットブラック、うん、ではピアスボルトっていうんですかね、これは、うん、ハードウェア、うん、ここをちょっとマットなんでグロスにして、うん、あとは差し色でこのロゴ、うん、これをボディのナルドグレーで、あー、はい、なるほど、ちょっとワンポイントで入れさせてもらって、でも4ピースだから本来だったら遊べるところいろいろある。そうそうなんです、ここに差し色入れてもいいし、このアウターリムをポリッシュとかブラシにしてもいいし、はい、そう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 、っていうのが、はい、今回は全部真っ黒黒で統一してあると、はい、真っ黒黒で目立たせたいのか目立たせたくないのかそう、車止まってて分かる人はこうやってうーん変わったホイール入れてんなって通過するかもしれないですけど、うん、ええこれ何やってんのって見てる人がいたらだぜ、確かにどうなってるのっていうそういう感じの組み合わせになってる、はい、まあ、ちょっと先に言っちゃうんですけど、まあ、ブレーキ、はい、カーボンブレーキなんですよね、はい、あのアウディなんでカーボンセラミックブレーキ、オプションのブレーキなんですけど、はいはい、ブルーだったんで、はい、まあ、キャリパーも今回あのナルドグレーに塗ってマンソリーのロゴ入れさせてもらって、で、まあ、このホイールカーボンブレーキかじゃないとダストで死にます。あ、はい、もう洗えない、この裏側とかこの裏側洗えないです。こう普段これ外してっていうのができないんだよね。あ、多分できると思うんですけど、でもやっぱ飛んでいかないようにあのロックタイプとかもちゃんと緩めが入って、はい、ちゃんと職人さんが組んでるやつなんで、はい、洗車のたんびに外すとかっていうのはできない、ね、そうですね、多分もう汚れないようにカーボンセラミックとか手出すとは必須、必須ですね。あとあのこっそりこう、はい、マンソリーのカーボンに合わせてこの 3D センターキャップの内側はカーボンです。あー、なるほどね、はい、あ、ここもカーボンだ。だからもう4ピースって言ってるけど AL13 の場合だと、はい、もっとの気がする。そうですね、もうセンターキャップだけでもワンピースって言ってもいいぐらいの、うん、あの削り込みというか3つのパーツが組み合わさってるんだよね。そうそう、内側と外側と真ん中の、はい、真ん中と別で、もうこれも本当に組み合わせ無限大なんで、はい、まあ、いろんなことができるんじゃないかな、はい、これは面白いと思います、はいはい、あと車高も今回かなりベタベタに、はい、なってますけれども、あの ASC、はいはい、スマホで触れますせってやつで、この車高で朝あの、ね、走行動画も撮ったんですけど全然干渉もしないですし、快適、これで普通に走れちゃうの、はい、普通に走れて普通に踏めます。はー、はい、走行動画なんであの、はい、スピードリミットもオフしてたんですけ ど, なるほど、もう全然このまま乗れます、はい、あのスマホで全部設定ができるんで何キロ以上はノーマル車高に戻るとか、はい、そう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 、全部できちゃうんですよね。できるんですけど、まあ、その辺詳しいのはリンク貼っとくんで、はい、見ていただけるといいんじゃないかなと思います。あとはカーボンパーツ、そうですね、このフェンダーのマンソリーのトリムと、はい、あとミラーカバー、右ハンドルなんですよね、はい、でまあマンソリー本国ではその左ハンドル、基本的に左ハンドル、あ、そうそうそう、だからあの全部なるミラー送って加工してもらおうと思ってたら右だよっていうカバーが来てで合わせたら綺麗についたんで、はい、イギリスとか一部右ハンドルがあるんで、そうですね、イギリスは右しかダメなんで、もしかしてその辺で製造のあれがあれば、はい、枠があったりすると出るかもしれない、はい、ただ基本的には左ハンドル用になるんで、そうそう、だから送って加工検討されてる方は要注意ということで、はい、要注意です、はい、こんな感じになっております。ここちゃんとロゴも入ってたり、はい、そうそうそう、ここも入ってるんで、はい、でサイドスカート、はい、はい、サイドスカートもカーボンで、なんで真ん中もう3段重ねぐらい見えるぐらい、はい、これいいですね、かっこいいでしょ、はい、ガンダムみたいな。それはあの NG ワードじゃないんだ。あ、なんか僕的にはいや、俺も最初のイメージ、はい、もう最初のイメージちょっとガンダムチックだなって思ったけど、はい、NG ワードかなと思って言われてたんだけど、いやいやいや全然僕ガンダム好きなんで、はい、でもそれぐらいなんかこう、なんそう、もうあのメカメカしい感じというか、はい、なんかもう今純正がかっこいいじゃないですか、うん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 、じゃあもうあえてその純正をもうさらにもうとことんこだわってやろうと思って、はい、そしてあとは外装はもう本当にメッキパーツ全部なしで、はい、もうナルドグレーでブラックになっててまとめられてる、はい、であと、はい、あのここかな、はい、ルーフスポイラー、はい、ルーフスポイラーとこのサイド、はい、そう、ここが確か日本のページとかにも載ってなかった。これいいね、この横ね、この上とつながってる感じが、そうそうそう、ここからこうつながってここのスポイラーにも行くんで、うんうんうん、はい、じゃこれも全部マンソリーで、あとディフューザー、はい、はい、これも
ごっそり全部マンソリーになってると、はい、いや結構あのフロントごっつくてリアシュってなってるエアロとかあるじゃないですか、はいはい、もうフロントに負けず劣らずの体育会系なんで、もう丘的にめっちゃ好きっすよ。もうだから車がすごいワイドじゃない、はい、あれしてそう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 、でさらに下側のボリュームが出てるんで、はいはい、なんか普通の A6 からするともうボディのサイズ感がなんか 20% 増量中みたいなはい、はい、そのぐらいなんかもうマッチョになってる車、まあ、あの現行の A6 も出た時にめっちゃかっこいいなって、はい、その S ラインでバンパーゴテゴテしててって思ったんですけど、うん、RS6 でさらにゴテゴテしてそこからさらになったんで、なんかもう最初の A6 がすっごいスマートに見えちゃうぐらい、そのぐらいの変わりを、はい、そしてマフラーもしっかりマンスリーの、はい、マフラーもマンスリーの、はい、出口になってますんで、はい、出口も大胆すぎやしませんかこれ。いやもうでもこれぐらいないと、ここでなんかこんだけバッキバキのデザインで急に丸のこう2本とかオーバルとか来るともうダメです、はい、やりすぎちゃってるのがもうマンスリーの、そう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 、バランス取れてるやつ、はい、っていうぐらいのこの、そうなんですよ、もうバッキバキの、はい、こんな感じの外装になってます。じゃあ続いて内装の方も少し買ってあるということで、はい、見てみたいと思います。はい、まず、はい、カーテシ、カーテシ設定があるんだね。あります。いいねカーテシ。そうで、これもあのよくあるなんかボヤーンってしたんじゃなくて、うんうん、くっきりマンスリーの、うん、はい、なんかちょっとパーツスポイラーだけとか、うん、ホイールだけとかとカーテシーなんかも、うん、もうありです、さりげなくていいんじゃないかな。そう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 、結構これなんかマンスリーって今までこういうおしゃれアイテムがあんまなかった。確かにあんまりなかったです、はい、そうです。そしてあとはスタッフプレート、はい、そうですね、スタッフプレートもカーボンで、もともとこれもあの光るやつがオプションなんですよね、うんうん、それがついてる車はこうやってつけれる。あ、なるほど、はい、じゃあ純正光るやつがついてないと、そうそう、つけれるけど光らない。なるほど、はい、そしてあとはフロアマット、マットも、はい、マットも黒にマンソリーのロゴをシルバーで入れて、はい、まあ、まだまだ RSX 車が新しいんで、はい、まあ、マット傷んでる車ないですけども、はい、車市場でなんか、はい、こうあの純正マット高いですからね、うんうん、はい、あとまあ使用感がちょっと嫌だよなんて方は、うんうん、その中古車購入するときにマンソリーでマットなんていうのはかなりいいですよね、はい、いいす、色も決めれるんで、はい、あと今回内装真っ黒黒ということで、はい、黒黒外装とのまとまりがすごい。そうですね、もうこれで真っ赤っかだったらまたちょっとなんかイメージ違うんですけど、うん、さっきの土の色彩検定、はいはい、にバッチリ合ってる。あのバランス的には3色ぐらいに抑えて、はい、はい、かなりまとまりがいいんじゃない。バカにしてる？してない、してない、してない。でも車は僕も基本的には3色でまとめたいんで、うん、はい、使っても4色かな、うん、はい、こんな感じの内装になっております、はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、このオーナー様、はい、なんかかなりすごい車歴の持ち主ということで、はい、もう僕5年ぐらい。あ、ちょっとそんなに長いお客様、はい、すごい近所の方なんですよ。あ、そうなの。で、初めて来られた時は僕普通に店の中で仕事してたら、うん、自転車でキーって来て、うん、すいませんって、うん、ベンツあると思うんですけどって来られたのが最初だったんですよ。そうなんだ。で、その時に205の C63S のワゴンがあって、はいはい、あ、じゃあこれ買いますって言って、でその時ハイパーフォージド入れたんですよ。で、真っ黒にして乗られてて、その次がうちに GT3RS991 の、はあ、オレンジ入ってきて、はい、あ、これ買いますって言って、はい、マフラーやって、はい、1221入れて車高を下げて、はあ、で、お嬢さんがミニを買いました、はあ、クラブマン、はい、いじりましょうってなって、へー、アクラポのマフラーに BC 入れて、足入れて、ブラックアウトしてエアロつけて、はあ、はい、その次に SQ5、はい、それも真っ黒にして、へー、ニュートレールの22インチブラッシュド入れて、はいはい、あ、そういう車歴でずっと。でもあのなんか車売却とか買ったとかで書類持ってこられるときはその自転車で来られます。本当にそうなんだ。もうチャリンチャリンって来て、朝テニス行った帰りにいいって言って書類持ってきてくれて、もうすごい、もういつもお世話になってて、はい、じゃあもう歴代ずっと車をこう改造して乗り継いでいただいているお客様ということ で、はい、で今思うとすごいいろいろさせていただいてるなって、はい、まあ、車からカスタマイズからいろいろ。そうですね、もう全部車ごとね、ご依頼いただいて、はい、非常にお世話になっているお客様ということで、そうなんです、はい、お亡くなりをご紹介させていただきました、はい、もうありがとうございます、はい、本当に。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。